さあトマト缶を並べたとこからスタートですが、電話か。お前の助けが必要なんだ。あのクソ野郎、俺の妻と不倫してたから、奴とその家族全員ぶっ殺してやった。問題はな、ちゃんと考えてなかったから監視カメラの映像もついでに消してほしいわけだ。住所は後でメールで送るから、とりあえずこの血を洗い流すのが先だ。なるほどね。不倫してたというところですね。今回も清掃をやっていきましょう。至急清掃サービスが必要。これだね。ボディバッグを5つ用意しろ。ロケーションサイズ結構でかいね。で、5つの死体。クズ野郎の遺体は地下室にあるから忘れるな。全部きれいに片付けて絶対しくじるなよ。覚えておけ。俺たちには借りがあるんだぞ、と。ご近所さん、ミスター・ゴーバー、コバルスキー。もう俺のことにうんざりしてないといいけど、実はトリシャと一緒にお前の近くのアパートに引っ越すことになったんだ。これでもっと気軽に会ったり、緊急報告できるようになるよね。時間があったら会いに来てくれよ。今はまだ賃貸だけど、ビッグジムは俺を気に入ってるらしいから、しっかり稼げてるんだ。いつか自分たちがこの家を買える日が来たら、最高だよな。もう貯金も貯めたし、こんなにうまくいってるなんて信じられないよ。っていうところで。どんどんね、お金を貯めないと。子供のためにね。さあ、車に乗っていきましょうと。こんなところに。Dexter, what are you doing up, boy? 心配してんのか？大丈夫。あ、だいぶ遠いね。死のジョージ。今夜も遅くなりそうだ。It'll be a long night. チャプター5、死のジョージ。いつからそれが耐えられないものになったのかわからない。でもその時に思っていたのは少なくとも殺されたのが自分ではないということだけだった。さあ、到着しましたね。あ、だいぶ、あれか？歩かんといかん感じかな。別荘に入る方法を見つける。監視カメラ死体処理。これが別荘ですね。はい。プールです。血の海だと。はは。いろいろ、ピザ。飛び散ってんな。ああ、もう何？もう始まって。なるほどな。もういろいろずれちゃったりしてるもんがあるので、直しつつ、あ、バスケットボールだ。強いんだ。このぐらいか？どっか行っちゃった。あ、そっち行ったの。強すぎましたね。じゃあちょっとゴミを片付けつつ、あ、あ、ここら辺な。銃ぶっ放しまくったんだな。で、ゴミが、あ、こっちなんだ。あ、違うな。ブレーカー。プールの管理人。あれ、今回のさ、あれはどこだろう。まあ、いっか。あ、そういえばさ、水の出場所どこ、あ、これか。これで、今回もアップグレードしてるので、だいぶ早いんじゃない？お、鍵だね。ワークショップの鍵。
さあ、あとちょっとと。結構プールも、まあ、割かし、そんな飛び散ってるとかそういうわけではない。はい、綺麗になりましたと。で、ご遺体どうするかだな。引き上げるか。あ、車まで持ってくの？そういう感じか。まあ、めんどくさいけど。これが大変だな、この、行き来が。まあ、これも清掃の仕事ですね。ダメか。なんかお金が落ちてたぞ。さあ、チェーンソー、いろいろね、武器的なものはあるけど。鍵を手に入れて、ワークショップというのはどこなんだろう。ここだ。はい、証拠。ちょっと話せるか？何についてだ。あなたとビアンカ・ブレンナーのこと。どうしたっていうんだ。昨夜君たちを見かけたんだ。写真も撮った。でも奥さんに見せつける必要はないさ。ただ、黙れ。ここじゃダメだ。中に入ろう。フリーもここまでだ、マーク。なるほど。ああ、正面のドアこれで開くんだ。OK。じゃあ、これなんだろうね。あ、これはあれか。プールのやつだな。まあ、ゴミとかはいいか。とりあえずね。あ、椅子がこれだな。OK。で、ゴミを取り除く。ここにどこにあるんだ？ゴミとやらは。ああ、あっちに銃弾があったな、そういえば。はい、これで OK ですね。はい、鍵も開きましたと。これが証拠。あ、違う、音楽だ。はい、向こう側が悲惨なことになっていて、ここが水道か。ちょっと持ってくるかな。OK。ここは別に、あ、なんだこれ。昔は良かったな。でも今ジェニファーの死体を、あ、これがジェニファーが載ってた雑誌ってことか。はい。なんてことを。さあ、ここがだいぶだね。あ、死体もあるな。ちょっと清掃していきましょうか。このさ、オゾネーターってなんだろうね。ちょっとこれやってみるか。ああ、なるほど。吸い取られてる。おもろ。んで、まあそれもやりつつ、スポンジでね。スポンジもだし、いや、こっちでやっていくか。よし。じゃあまずご遺体を持っていきましょう。
犯人は消去しなった夫の、まあ勝ち狂ってたんでしょうね。勝ち狂ってたというかめちゃくちゃブチ切れてたんでしょうね。よし入りました。で、あと証拠だな。電話、時間が足りなかった。ああ、911ね、レスキューを頼もうとしたんだ。これは家庭では家族を救えたかも。まあ多分無理だろうと。まあ護身用ってことだね。まだここがあったわ。よし、ここ1階は 100% ですね。 OK、 あと証拠回収をするってなってんな。 Is that the surveillance room? あ、これか。 This message マークの電話、彼は私たちのことに気づいている。気をつけて。あなた早く一緒になれることを願ってるわ。ひしょいっすね。ああ、腰にもなんかある。人生を改善するためにできることは、健康的なダイエットを続ける、家やフィットネスクラブで運動する。10年前はフィットネスインストラクターだったし、私がミスティになったのもそんなに昔じゃないからね。ないんだからね。セラピーにしっかり取り組む。なるべく家族と時間を大切する。毎日彼らからたくさんの力をもらっているって言ってんのにって感じだな。はい、金目の。あ、ツタバがすげえな。ここは？ああ、なんもねえのか。これだけ？家具を元の場所に戻す。あ、これか。はい。あ、これね。あと、椅子が、3個ぐらい。ないね。これがここか。地下だな。まあ、地下は地下でいいけど。あと1個。あ、これか。やば。よし、ここの1階は全て終わりました。で、地下に行くか。あら、拷問してますね。ドリル、ハンマー、ドリル、なかなかやってますね。そしてドリル、あ、ナイフ、パイーンっつって。証拠的にはこれで終わりかな。あ、あと1個あるな。あ、これか。あ、電動ドリルいったんだ。なかなか大変だったみたいだね。じゃあ持ってってあげましょう。刺し傷が多くてドリルの跡もある。かなり個人的なものだって一目でわかる。こいつがマークに間違いない。はい、マーク。もう楽しんじゃってんな、仕事を。はい、マーク。さあ、あと2人だね。とりあえず、地下はもういいんだと思うけど、どうしようかな。
ちょっともう一回見てみるか。はい、すべて完了。じゃあ2階にあと2人いるのか。ちょっと見てみましょうか。あら、足跡があって、証拠回収、ゴミを取り除くとかいろいろあるけど、いろいろやっていきましょう。証拠か、これ。娘の電話。今話せる。どうしたの、メイベル。今マジでやばいんだけど。なんで？父さんが浮気してるみたい。電話で変な女と話してるって聞いちゃって。母さんじゃなかったのは確かだよ。考えすぎだよ。何でもないかもしれないし。どうだろう、君の言う通りかも。気にしすぎかな。絶対そうよ。ああ、ここにあるな。ここに。あとこれもやって。で、ぶっ壊れちゃってんな。あー、これさ、ハンマー使ってみるか。あ、いける。なるほど。結構大きなゴミもいけるんだね。なるほどね。ちょっとじゃあこの辺も清掃を始めましょうか。斧とかすごいね。さあ、外の人ですね。あら、もうやめてくれよ。じゃあこちらのご遺体を、まあ子供もね、もう一家皆殺しだみたいな感じだからかわいそうだけど、さあ、あと一人の遺体は誰になんだろうな。まあちょっとわからんね、まだね。まあ2階のもう一つの部屋なんでしょうね。じゃあ続いてはこちらへ。これなんだ。楽しい虚無主義、それがこんな狂った人、虚無主義になるための完全ガイド。ドラムが置いてあんね。これさ、入れちゃうか。はい。で、あら、ゲーム中毒者、ゲーム実況者なんか。どういう状態だこれ。まあいいか。電気はついとって。そうだね、ここら辺に置いときましょう。 You died、 死んでるね。これはいはい。で、まあ洗浄ここもしていきましょうと。FPS で遊んでたら頭に弾が飛び込んでくるなんて、これぞリアルな没入感。確かにリアルすぎるだろ。さあ、死体はこれで完璧だね。あとはプールで写真を撮る。R、これはい。あ、なんか写真を撮るっていうのは、あ、綺麗にしたかっていうことか。
はいはい、なるほどね。まあ証拠じゃないけどって感じだね。まあただここはまだ綺麗にしてないので、がっつり掃除しちゃいましょう。オッケー、これでドラムも完璧だね。で、はいはいはい、で、あとは1階で写真撮るか。これももういいね。血についてももう大丈夫そうだな。こっちも特に何もなさそう。このさ、ああこれか。リアルで切るさ、ゲーマーたち覚悟しとけよ。クモカモですかね。はい、だいぶ綺麗だね。シークレット要素とかまだ見てないけど、家具を元の場所に戻すが2階で1個あると。あ、これか。 OK、 これで2階完璧。あとは1階で写真を撮る。これか。はい、キッチン綺麗、家も綺麗。はい、いいですね。鍵がどっかにあるんだよな。ちょっとゴミ袋を一回向こうの外へやりましょう。よし、14個。 OK。 で、カメラの録画を消すなんだけど、鍵が見つかってないからそれ探さないかな。お、なんかあるぞ、地下の。ここはシークレットか。録画とかじゃねえんだな。お、マジ？これはとんでもない。Yes. Totally worth it. いや、とんでもない金だ。あとは鍵だな、やっぱり。これかはカメラのやつ。はいはいはい、これなんだろう。ああ、時間かかるの。7563。 OK。 0943。オッケー。こういう仕事もあるんかな。オッケー、これで全てが終わりましたと。で、シークレットもまあこんなもんかな。もう一回見回って何もなければ。お、鍵だ。ランドリーの鍵。
多分外、いや、ここだな。ここがランドリーか。来た、シークレット。ここには、あら、お金と、はいはい。絵は違うんだね。うん、いいですね。すべて取ったって感じか。よし、じゃあ帰りましょう。いや、今日も楽しかった。よいしょ。 100%。 そして、いや、いいですね。お金もだいぶ。ああ、もう一個シークレットがあったんだ。さあ、帰ってきました。 Who's a good boy?Not me, that's for sure. いい子で待ってたね。これは変わらんな。スキルツリーどうしよっかな。アキンボスタイルいいね。モップとスポンジで血行を残すことはもうない。いや、高圧洗浄機プラスしたいな。あ、バックパックスタイルいいね。これと、半径広くスールにするか。オゾネーター強化もいいな。これと、バケツっていうか、ここら辺全部強化しようかな。よし、OK。はい、じゃあ完了ですね。じゃあ今日も一日お疲れ様でした。